はい、コツの趣味部屋です。はい、今回、ご紹介するのはこちら、ダン、はい、ガンダム、ガンプラパッケージアートコレクションチョコウェアース5。はい、こちらのね、最新弾が出ましたので、こちらをね開封していきたいと思います。まあワンボックスね買いましたんで、これは20個入りですね。はい、じゃあ早速、まあここ開けちゃいましょう。はい、こんな感じで開けました。はい、パッケージの絵柄はこの2種類ですね。はい、この2種類、なはい、ではね早速、一個一個ね、開けていきたいと思います。まあ、その前に、ここの上をねカットして、さっさとさっさってね、紹介していけるようにやりたいと思います。はいはい、全部ね上の方カットしました。はい、ではね、一つずつ、紹介していきたいと思います。ではまずね1枚目、はい、いきます。あ、その前に、これは全何種だっけな、全30種に、レアが2種あるということでね、まあワンボックスじゃ揃いませんね。いや、レア2種出るかな、よし、じゃあ行きましょう。はい、1枚目、せーの。あー、はいはい、キュベレイね。はい、はい、キュベレイは普通のレアでもなんでもないノーマル。はい、2枚目、いきます、せーの。お、これキラキラしてるね、ペーネロペー。はい、おお、かっこいい、キラキラかっこいい。これはね、近々、公開するであろう劇場版ガンダムね、新作閃光のハサウェイ、はい、それに出てくるモビルスーツペーネロペー。キラ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 が多分普通のあれですね。はい、いきます、3枚目、せーの。これもあれだな、これも、普通ノーマルかな、ザクオーリアか、ガンダムシードだね。はい、4枚目いきます、せーの。お、これは G セルフか。はい、 G のレコンギスタ、はい、5枚目いきます、せーの。あ、これはあれだよね、フルアーマーガンダム、サンダーボルトに出てくるやつでね。はい、はい、では6枚目いきます、せーの。これはガンダムマーク2だけど随分古いパッケージじゃね、古いパッケージかと思ったけどそうでもないのかな。あ、でも2008年、なんかパッケージ的に古っぽい感じだな。では8枚目いきます、せーの。お、これまたキラキラしてるね、ジオ、はい、パプテマスシロッコのモビルスーツ、はい、9枚目、はい、いきます、せーの。せーの。
これは多分これがレアだと思う。このね、毎回、古い、ガンプラパッケージのやつが、レア枠で出てくるんですけど、多分これレアですね。はい、全然違かったね。あれ、うっそ、あ、そうですか。ガンダム、いいね。10枚目いきます。せーの。あ、これは V ガンダム、 V2 かな、 V2 ガンダム、はい、ノーマルかな、はい、では、半分終わりましたので残り半分いきましょう。はい、11枚目、せーの。これはストライクフリーダム、ストライクフリーダム、はい、12枚目いきます。せーの。これまたキラキラしてるぞ。フェニックスだね。ユニコーンガンダム3号機、13枚目いきます。せーの。これはインパルスガンダムかな。あ、そうだ、フォースインパルス、はい、これもガンダムシードデスティニーの方だね、はい、では14枚目いきます。せーの。お、これはジャジャ、アールジャジャ、アールジャジャか。これは、うん、そうだな。5枚目いきます。せーの。あ、これこそそうですね、はい、レアです。ついに出ました、レア、うん、ガンダム全然違う。あれ、レアはね、ここに R って入るんですよね。あれ、あれおかしいな。あれ。16枚目いきます。せーの。これはなんかプロビデンスガンダム、これは、あ、そうだね、プロビデンスガンダム、はい、普通だな、はい、16枚目いきます。せーの。これまたキラキラ、これはサイコガンダム、サイコガンダムじゃねえ、サイコザクだね。サンダーボルト、かっこいい、サイコザク、サンダーボルトバージョン、イラストかっこいいよな、はい、では17枚目いきます。せーの。あ、これはこれダブルオーか、ガンダムディナミス、うん、これレア出ねえな。18枚目いきます。せーの。あ、これはゴッドじゃねえな、これはね、見てないんだよね、見てないんだよね、シャイニングガンダムか、はいはい、いや、あら、全然レアが出ない、はい、19枚目いきます。せーの。これは、あ、はいはい、ビルドダイバーズかな、これも見てないんだよな。 R3 ガンダムっていうんだ、
ラスト1個になっちまったな。出るかな。いきます、せーの。あ、出なかった。ダブリはなかったけど出なかった。ドライセンか。はいはい、といった感じですね。いやあ、レアって R ってつくんじゃないっけ。どうなんだ、後で調べて、まあ、多分編集する頃にはなんか、実はこれがレアだったっていうのがあるかもしれません、はい、そうそう当たるものではないといった感じですね。はい、まあね、他にも食玩系、紹介していきますんでね、この機会にチャンネル登録、あとねいいねボタン、グッドボタンよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。